1300年続いてきたとされる輪島の朝市はもう跡形もなく、国土地理院の分析によると4万8000平方メートルが焼けたと推定されることが分かりました。東京ドームを上回るほどの広さです。なぜこれほどまで被害が広がったのか、出火直後動画を撮影した住民に話を聞きました。誰一人もいないんだよみんな逃げたんですよね。大津波から一目散に車を置いて逃げた。火がついてバン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 ってね、怖くて近づけられないくらい火柱が立つし、燃えるとうってなるとまた隣に移るんで。消火活動が始まっても一筋縄ではいきませんでした。消火栓が全部止まった。川の水取ったら、ついそこ川だからって言ったら川の水が引いて取れないんだと。おそらく津波で引いたんじゃないかなと思うんですよね。海の水があるから海から取ったらと言ったら怖くていけないということでしたね。